どうも、カイです。今回は東京都大田区池上に来ています。ここには別名首吊り坂と呼ばれる妙見坂があります。女性や動物の霊が目撃される心霊スポットでもありますので、近くにある池上本門寺と合わせてご紹介できればと思います。それではバモス。まずは妙見坂の位置です。東京都と神奈川県の境目、東急池上線の池上駅が最寄り駅です。前々回の動画で取り上げた新田神社もかなり近いです。池上という地名でピンと来た方もいらっしゃるかもしれないのですが、妙見坂は池上本門寺の境内の中にあります。池上本門寺は日蓮宗の大本山である由緒正しいお寺です。鎌倉時代に日蓮宗を始めた日蓮が亡くなった場所ですね。これが総門と言われるメインゲートなのですが、普通に大きいですね。本門寺の境内をブラブラしながら妙見坂まで行こうと思います。平日の月曜日に撮影に行ったのですが、平日の割には人が多い気がします。総門をくぐると現れるのが四教南寺坂です。96段あるらしいのですが、1600年前後に戦国武将の加藤清正が寄進して作ったものらしいです。さすがにメンテナンスしてると思うんですが、400年経ってる割には綺麗に保たれてる石段ですね。総門が小さく見えるところまで来ました。四教南寺坂の先にあるのが仁王門です。綺麗な朱色をした門ですね。仁王門をくぐると大堂が見えてきます。今の大堂が建て替えられる前の江戸時代、その壮観さから江戸の王道とも言われていたそうです。また仁王門の近くには大きな日蓮像もありました。全体的にスケールの大きなお寺です。池上本門寺の主要な部分は見て回ったので、ついに妙見坂に向かいます。妙見坂に行く前に心霊情報についてお伝えします。妙見坂では女性や動物の霊が目撃されています。またネット上ではその他にも、誰もいないのに後ろから足音が聞こえてきた、急にものすごい寒気を感じたといったことが書いてありました。また心霊スポットたるゆえんとして2つの理由が挙がっていました。1つは辺りに墓がたくさんあることです。墓の数が多いということは、その分成仏できていない方もいらっしゃるのかもしれません。2つ目は自殺によるものです。この坂の近くの住宅街で首吊り自殺が発生し、その霊が出るというものです。では早速妙見坂を見ていきましょう。到着するとまず桜が見えてきました。写真を撮っている方も多く、パッと見心霊スポットな感じが全くしません。坂を登っていきましょう。どうやら坂の一部を工事しているようですね。まあまあ急な階段を登っていきます。妙見坂はお墓に囲まれていると先ほど言いましたが、特に階段からお墓が見えるわけではなく、正直物騒な感じはないですね。取れ高の心配をしつつ頂上に着きました。頂上には妙見堂というお堂がありました。ここにはもともと僧侶のための学校があったそうです。誰も人がいなく、とても静かな環境です。太平洋戦争後、戦犯として処刑された日本軍の慰霊碑です。ここの前の住職がその処刑に立ち会ってたらしいです。
軍人の魂と心霊現象につながりはあるんでしょうかね。今回は東京都大田区池上にある妙見坂を紹介しました。歴史のあるお寺に近隣で起きた首吊り自殺のエピソードが合わさったことによって心霊の噂が生まれたのではないでしょうか。それではチャオ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。